はい、こんにちは、MB です。今日はですね、帽子の選び方、帽子の印象の違いみたいなものを説明しようと思います。帽子、大きく分けて子供っぽいキャップ、大人っぽいハット、この2つがあると思うんです。もちろんニットキャップもあるし、ベレーもあるし、タスケットもあると思うんですけど、今日は分かりやすいそのキャップとハット、この違いについて話そうと思います。ハットってですね、バケットハットだったりとか、もっとつば広ハットだったりとか、いろんなハットがあるんですけど、最近バケットハットが多いと思うんですけど、基本的にはハットってもともと礼服で使ってたものです。バケットハットはアウトドアで使ってたものでもあるんですけれど、基本的にこの黒の形で全体につばのある形のハットっていうのは、礼服、スーツに合わせるようなハットから元が来ていて、フォーマルな印象を与えるものです。むしろ逆に、ベースボールキャップとか、こういうつばの前だけにつばのあるキャップとかは、カジュアルな印象、もともとはスポーツ用に作られたものなんでカジュアルな印象があります。ドレスな印象、カジュアルな印象、こうやって分けて考えると一番分かりやすいです。ただそれだけじゃないのがちょっと洋服の奥深さであり面白さだと思います。例えばバケットハット、黒のバケットハットはですね、こうやってかぶってみるとちょっと大人っぽい印象が出るんですけれど、逆にキャップをかぶるとやややんちゃな子供っぽいようなラフな印象があると思います。これどういう風に考えればいいかっていうと、ちょっと全身合わせた時に若干決めすぎたなと思ったらキャップを選んであげて、全身合わせた時にちょっと崩しすぎたなと思った時にハットをかぶってあげるみたいな風に使い分けてあげるとよろしいかと思います。ただしこれ色によっても印象変わります。例えば同じハットでも黒のハットだとちょっと大人っぽい印象が出るけれど、こういう色の入ってるハットだと若干子供っぽいというかカジュアルな印象が出てしまうと思います。色が足せば足されるほど派手になればなるほどちょっと子供っぽい印象が出てくるので、まず基本は黒の大人っぽいもので、こっちになるとちょっと子供っぽい、この印象の差を微妙に使ってあげてですね、決めすぎないように、崩しすぎないようにバランスを取るのが洋服の面白さです。もうちょっと難しいことを言うと、実はハットってこのつばの部分の波打ち具合でもカジュアル感って決まります。例えばこのハットはほとんど実はこのつばの部分が波打ってなくて綺麗にまっすぐになってるんですね。このまっすぐになって張りのある状態だとあまりカジュアルで子供っぽい印象って出にくいんですけど、今度はですね、こっちをかぶってみるとこのよれが出ますよね。こういうコットン素材で柔らかいつばのものだとよれが出てしまうんですね。よれが出るとどうなるかっていうとちょっとカジュアルな崩した印象になります。つばがこうキュッとなってるものとよれてるもの、この2つでも全然印象が変わるので、ハットを選ぶ時によれてて色が入ってるものだとちょっとカジュアルな印象なんだな、黒で貼ってるものだとドレスっぽい印象なんだな、そんな感じで見極めてあげると、正しい選び方ができると思います。僕はちょっとカジュアルな格好をするからハットが欲しいけど、よれてるものを選んじゃうとまた崩しちゃうことになるから、よれてなくてピンとしてて黒のものを選ぶといいなとかって、そんなこと考えるといいと思います。で逆にキャップも同じですね。黒のキャップとかだと、カジュアルなんだけどそこまで子供っぽく見えないんですけど、こういうプリントが入ってて白色とかだと若干そのカジュアルな印象が出てしまいます。しまうってこともないんだけど、決めすぎの時はこういうちょっとカジュアルなものをかぶってもいいと思うんですけど、なんで白にするとカジュアルになるかっていうとちょっと目立つからなんですね。基本的に黒髪が多いんで暗い色が多いから黒のキャップの方が自然に感じるんですけど、白だと白っていう髪の色ってなかなかないんでちょっと目立ちやすいんですね。明るい色だし、なのでキャップの存在感が目立つんで若干カジュアルに見えるという感じです。赤とか白とかのキャップってだからすごくカジュアルな印象が強いんで、扱いに注意してくださいっていう感じですかね。色の違いと形状の違いで、なかなかドレスとカジュアルってこう色のバランスが変わってくるんで、キャップやハット、帽子を選ぶ時の参考にしてもらえればというふうに思います。全体のコーディネートどうしたいかですね。ちょっと決めすぎた格好をしてしまったんだったら、キャップで崩すとか、ちょっとカジュアルすぎる格好をしてしまったんだったらハットで引き締める、そんな感じで小物を使い分けてあげると全体のバランスを適正に整えることができると思うんで、じゃ全体のバランスってどれがいいのかっていうと、他の動画でも言ってる時ドレスとかカジュアルのバランス7対3ですね。その辺を意識して選んであげてみたらよろしいかと思います。はい、今日はそんな感じ、ちょっと短いですけれども MB チャンネルでございました。よろしければチャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。MB でした。ちょっと噛んじゃった。バイバイ。